今回は1993年日本に作られたアジア太平洋地域インフルエンザセンターと初代センター長に就任したネロメクニヤキ氏のお話です。ネロメクニヤキ氏は獣医学博士でありインフルエンザウイルス研究及びワクチン開発の第一人者です。世界に立ち向かって世界に認められた気概のある日本人です。それまでアメリカ、イギリス、オーストラリアにしかなかったセンターが日本に設置されることになったのはなぜか。インフルエンザワクチンは毎年 WHO の専門家会議でデータをもとに今年流行しそうなインフルエンザを決定し、それに基づいて製薬メーカーがワクチンを作っている。それまで日本はその元になるアジア各国の膨大なデータを収集し WHO に送付する仕事だけをやっていた。担当していたネロメクニヤキ氏はこれだけの仕事をやってるのに日本にインフルエンザセンターがないのはおかしいと WHO に手紙を書いた。それに対する返事は WHO も国連の安保理と同じで第二次大戦の戦勝国で構成している、よって日本は入れないというものだった。彼はさらに抗議の手紙を送ったが返事は同じ。それどころか WHO に批判的人物として彼と日本に対し冷淡になったという。ここで普通の日本人ならどうするだろうか。なんとか謝罪して今まで通りの扱いにしてもらおうと努力するか、そもそも抗議など最初からしないかもしれない。だがネロメ氏は違った。なんと日本が集めていたアジアのデータを1年間 WHO に送るのをやめたのだ。インフルエンザの大半はアジアから発生するから、そのデータがないとワクチンが作れない。 WHO は大騒ぎになったという。そして翌年ネロメ氏に WHO 専門家会議への招待状が来た。その会議で日本にアジア太平洋地域のインフルエンザセンターを作ることが決定され、彼が初代センター長に就任することになった。こうしてインフルエンザセンター長になったネロメ氏だが、 WHO はアメリカの製薬メーカーの意向を受けた学者が力を持つ世界だった。1993年フランスで開かれた国際会議でアメリカが新開発した生ワクチンをまず日本で使うべしという議題が上がった。日本は生ワクチンの効果には疑問を持っていて、すでに使わなくなっていた。ネロメ氏は日本を実験台にして、うまくいけば各国で使うつもりだろうと感じたという。その会議には日本の学者も数十人参加していたが誰も反対しなかった。ネロメ氏一人が、日本は先進国でありワクチン政策に君たちの指導を必要とする国ではないと反論した。そこでアメリカの学者に君たちのデータを OHP で移してほしいと頼んだ。そして日本のデータと比較すると、日本のワクチンの方が明らかに効果があると分かり、他の学者からもネロメの方が正しいと意見が上がった。こうしてこの議題は流れ、日本人がモルモットにされるのを防いだ。またジュネーブの WHO 本部で12人の専門家によるワクチン決定の投票において、アメリカのワクチン11票、日本のワクチン1票でアメリカ製に決まった。もちろん1票はネロメ氏のものだ。ネロメ氏は科学的に見てこの結果はおかしいと、閉会30分のコーヒーブレイクの時に2日間の討議で使った110カ国のデータを付き合わせてコンピュータにかけた。するとアメリカ製は日本の半分しか効果がないと出た。彼はこの結果を見せて居並ぶ学者たちに、君たちは政治家か科学者か、科学者ならこのデータをどう見ると問いかけた。すると議長がテーブルを2回叩いて、私の判断で採決を取り消します、ドクターネロメが提案した日本の意見に従いますと結果をひっくり返した。まるで映画のようだったとネロメ氏は言う。ネロメ氏派も言っている。この会議の後、対立したアメリカの学者とすごく仲良くなった。日本人同士だとこうはいかない。彼と日本に対し冷淡になったという。ここで普通の日本人ならどうするだろうか。なんとか謝罪して今まで通りの扱いにしてもらおうと努力するか、そもそも抗議など最初からしないかもしれない。だがネロメ氏は違った。
なんと、日本が集めていたアジアのデータを1年間 WHO に送るのをやめたのだ。インフルエンザの大半はアジアから発生するから、そのデータがないとワクチンが作れない。 WHO は大騒ぎになったという。そして翌年、メロメ氏に WHO 専門家会議への招待状が来た。その会議で日本にアジア太平洋地域のインフルエンザセンターを。今回は1993年日本に作られたアジア太平洋地域インフルエンザセンターと、初代センター長に就任したネロメ邦明氏のお話です。ネロメ邦明氏は獣医学博士であり、インフルエンザウイルス研究およびワクチン開発の第一人者です。世界に立ち向かって、世界に認められた気概のある日本人です。それまでアメリカ、イギリス、オーストラリアにしかなかったセンターが日本に設置されることになったのはなぜか。インフルエンザワクチンは毎年 WHO の専門家会議でデータをもとに今年流行しそうな、日本は先進国であり、ワクチン政策に君たちの指導を必要とする国ではないと反論した。そこでアメリカの学者に君たちのデータを OHP で移してほしいと頼んだ。そして日本のデータと比較すると、日本のワクチンの方が明らかに効果があると分かり、他の学者からもネロメの方が正しいと意見が上がった。こうしてこの議題は流れ、日本人がモルモットにされるのを防いだ。またジュネーブの WHO 本部で12人の専門家によるワクチン決定の投票において、アメリカのワクチン11票、日本のワクチン1票でアメリカ製に決まった。もちろん1票は塗ることが決定され、彼が初代センター長に就任することになった。こうしてインフルエンザセンター長になったネロメ氏だが、 WHO はアメリカの製薬メーカーの意向を受けた学者が力を持つ世界だった。1993年フランスで開かれた国際会議で、アメリカが新開発した生ワクチンをまず日本で使うべしという議題が上がった。日本は生ワクチンの効果には疑問を持っていて、すでに使わなくなっていた。ネロメ氏は日本を実験台にして、うまくいけば各国で使うつもりだろうと感じたという。その会議には日本の学者も数十人参加していたが、誰も反対しなかった。ネロメ氏一人が日本インフルエンザを決定し、それに基づいて製薬メーカーがワクチンを作っている。それまで日本はその元になるアジア各国の膨大なデータを収集し、 WHO に送付する仕事だけをやっていた。担当していたネロメ邦明氏は、これだけの仕事をやってるのに日本にインフルエンザセンターがないのはおかしいと WHO に手紙を書いた。それに対する返事は、 WHO も国連の安保理と同じで第二次大戦の戦勝国で構成している、よって日本は入れないというものだった。彼はさらに抗議の手紙を送ったが、返事は同じ。それどころか WHO に批判的人物として